今日は一次発酵の様子です。ふーさんすごくうまくいきそうだって言ってます。今日はバターを入れるそうです。ステイホームストレス解消にぴったりです。バターが入ります。 20g? 20g だそうです。結構バターが入ると難しいね。そうなのか。初めてのバター入れた。バター入れてなかったのさ。ね。今日は暖かいのでうまく膨らみそうです。いい感じになってきました。早くて目に止まりません。これで一次発酵するの。うん、2倍になるぐらいまで。はい。1時間ぐらいかな。お願いします。はい。今日はここで一次発酵です。一次発酵の様子はどうでしょう。あ、すごいね。ちょっとでさ、全然大きくなったね。おお、超膨らんでる。さっき2回来たばっかりだった。そうそうそう、さっきよりね、2割ぐらい膨らんでる。シュッと音がするよ。ほら。55.3、55g かな。分割していきます。55g。成形していきます。あと2個はシナモンロール、シナモンのパンになります。シナモンのパン、はい。シナモンシュガー、ほいほい。ペーストが出てきた。チーズも出てきた。グラニュー糖、ポリポリ。よし、だそうです。で、二次発酵。おお、でかい。でかくなってる。すごいね。めっちゃでかくなったね。おお、すごい。高いから。で、今度の具材はみんな冷たくないじゃない。それもあんのかな。すごいね。二次発酵。うまくいきました。綺麗だね。はい、入れます。
ごい美味しそうに焼けてる。これがハムチーズ6個。これがシナモンパン。シナモンパン美味しそう。チーズです。おー美味しそう。熱そうだね。うん、大丈夫。大丈夫、うん、ふわふわ。おーふわふわだ。おーすごいすごい。熱い。いただいてみます。うん、マスタード美味しいね。うん、うん、うまい。ふわふわね。うん、ふわふわです。美味しいです。バニラのコーヒー、こっちも食べてみよう、うん、シナモンパン食べてみます。うん、シナモンパンだ。なんかレモンのやつは、うん、結構ちゃんと酸っぱさが生きてるね。うん、これも美味しい。こっちの方がバターが入ってる感じがするかな。だって、うん、あそこに売ってるからバターを。僕もね。うん。うん。めっちゃ美味しいです。そんなにもっとお砂糖かけてもよかったね。優しい。いや、でも全然僕はこれぐらいが美味しいかな。美味しいです。すごい、ほら。ね。おー。ふうさん、一生懸命パンを作ってくれました。連休最初の赤い日のお昼ご飯でした。